レアルマドリードに所属する22歳のセルビア代表 FW、ルカ・ヨビッチの代理人が AC ミランのパオロ・マルディーニ SD、スポーツディレクターらと交渉を開始したようだ。スカイスポーツイタリア版などが現地時間22日に報じた。今シーズンのセリエはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、昨年6月に、 フランクフルトからマドリーへ完全移籍となったヨビッチ。しかし、期待通りの活躍をすることができず、今夏の放出候補とも言われている。今季は公式戦26試合に、出場2得点にアシストを記録した。そんなヨビッチに対しては、イタリアのナポリやミランなどが興味を示している。同メディアによると、ヨビッチの代理人が、マルディニエスディーラと交渉を開始したという。 フランクフルトからレンタル中の FW アンテレビッチの完全遺跡に向けても話し合われているとみられる。同代理人はレビッチの代理人も務めている。ミランはヨビッチを挙手が不透明な FW ズラタン、イブラヒモビッチの後釜として考えているようだ。また、マドリー側はレビッチの売却に関して4000万ユーロ、約50億円。 5000万ユーロ、約62億円を見込んでいるという。しかし、マルディーニ SD は遺跡金の減額を望んでいるようだ。果たして、ヨビッチは、ミランでプレーすることになるのだろうか。